今回は普段使いもできる防災グッズのすすめ防災ともいく協会認定講師の松永理恵さんに教えてもらいます私のおすすめはこの防災ルームスリッパです見た目はまあ普通なんですけどいざという時に足元を守ってくれますこのスリッパの特徴がここにゴムがついていることなんですけど こんなふうに履いて止めることでスリッポンみたいにですね固定されるのでこのまま走ることができます避難時に重要なのは素早く逃げること靴の履き替えもいらずさらに走ることもできスムーズな避難が可能です寝るときは必ずベッドの近くに置いておくことを忘れずにもちろんゴムを折りたためば普段使いもできますよ そして特徴がもう一つ底の部分なんですけど、実はすごい丈夫な板が入っててこれ釘もガラスも通さないくらい丈夫なものが入っているのでこのまま外を逃げるときも使えます家の中の片付けをするときもですね、これを履いてされると安全ですさらにコンパクトに折りたたむこともできるので防災リュックに入れておくと避難所などでも使えますよ 同じスリッパがあったとしてどっちを選ぶかなといったらやっぱりちょっと工夫のあるこういうのを選ばれた方がいいですね。